俺だ。今日は君にある企画をやってもらおうと思います。ついに来たか。1週間おせち生活。おせち、どういうこと？現在ですね、ローソンかなんかに100円おせちっていうのがあるんですよ。なんか1品ずつ入ってるみたいな。そちらのみで。のみ当たり前でしょうが。主食はどうすんだよ。主食はねえよ。結構いっぱいある。豚の旨煮とか最高じゃん。というわけで今回はのせの1週間おせち生活です。やっていきましょう。はい、おはようございます。1日目の朝でございます。ということでね、おせち買ってまいりました。まあ、黒豆とか、なんかナルトとか、かまぼことか、あとは豆ですね。でちょっと今日時間ないんで、ささっと食える、じゃあナルトをちょっと食ってみたいと思います。こうやってナルト食る人いる？いただきます。美味しくな。主食がね、ないっすよ、おせち。いろいろ試行錯誤をしていこうと思います。では頑張っていきましょう。昼ですね、1日目の。そして今日買ったのはセブンの厚焼き卵と、はい、みんな大好ききんぴらごぼう。そしてですね、これがもう僕の今日の昼のね、もう肝とも言える焼き豚ですね。まあこれはね、絶対おせちに入ってると思うんですよ、正直。てか僕のおせちにも入ってるんで、これは多分ありだと思います。ということでいただいていきましょう。はい、1日目の夜ですね。まだね、早いんですけどね、もうお腹が空いてしょうがないので食べてしまおうと思います。黒豆。そしてお昼も食べたこちらですね。一つミスが起きました。箸をもらうのを忘れるっていうね。家に割り箸があるんですけど、なんか臭いっすよね、割り箸が。で、割り箸が臭すぎて箸じゃ食えないんで、ちょっと手で食いますと思ったら箸ありました。あ、割り箸が臭いだけですよ。この箸は臭くないですよ。ではいただきます。ん？黒豆の匂いじゃないぞ。あー、黒豆って僕結構甘いイメージあるんですけど、しょっぱいな、これ。しょっぱいんですけど、なんか。で、昼の時にね、学校にいるんで、ちょっとリポートがいろんな事情でできなくてですね、こちらリポートしていきたいと思います。セブンイレブンのやつなんですけどね、まあうまいね。これとこれあったらマジで全然いける1週間。はい、ということで2日目の朝ですね。朝ではない、すいません、ちょっとね寝過ごしてしまいまして、今現在ですね、はい、見えますかね、11時54分ですね。なんでまあ2日目の昼ですね。で今回ですね、まあ昨日まではセブンに行ってたと思うんですけれども、今回ですね行ってきたところがですね、ファミリーマートでございます。行ったらいつも通りのこのね、卵とチャーシュー、これはまあ安定。そしてまあ多分これきんぴらごぼうだろうっていうことでね、買ってきました。で今回ね、ファミリーマートよくやったっていうところでね、筑前煮が置いてあったんですよ。これはもうおせちでしょってことでね、あの実は百郎でも買ってまして、まあ今日は金時豆でも食べますかね。では食べていきます。ではチャーシューね、食っていきたいと思います。セブンのは肉がホロホロしてるんですけど、これはなんかプリプリしてる感じ。美味しいです。セブン結構卵うまかったですからね。うーん、すごい甘いですね。甘みでこう勝負してきてる感じがしますね。筑前に行きましょう。うまい、うまいわ、これはうまいわ。あー、まあ普通、まあ、ここがね一番怖いポイントなんですよ、金時豆。食える。2日目の夜ですね。まあもう毎食おなじみなんですけれども、こいつね。そして焼き豚切り落とし、皆さんの白飯と僕の卵焼きとチャーシューも同じということですね。そして今日新メンバーが来てくれております。ゴジラタコ。友達と一緒にですね、まあ買いに行ったんですけど、おせちって何って思って、もう僕も正直おせちに関して記憶がね、あの不確かなので、タコ出たおせちって聞いたら全然出るよって言ってたんで、まあタコもおせちだろうということでね、持ってきました。そして最近もう栄養不足で本当元気出ないんで、さすがに野菜ジュース飲みますって感じでね、夜ご飯これです。
いただきます。こんな感じですね。タコいただいていこうと思います。まあタコっすね。あ、わさびつけるとグーっすね。まあもうこのセブンのねおなじみの卵ですよ。だいぶうまいよこれ。普通にファンになりそうなぐらいうまい。まあ2日目の夜を迎えてね、まあ体調の変化といえば、あのね、頭痛がひどいですね。夜とか眠れないぐらいに頭痛くなったりするんですよね。はい、3日目の昼ですね。朝ね、ちょっと起きれなくて朝食ってないんですけど、ちょっと昼をね、紹介します。まあいつものメンツですよ。はいね、もう主食この主食メンツ。はい、もうピンクヤコブね、もういつものやつ、もう動画映えしないいつものやつなんで、もうちょっと夜はちょっとおもろいもの買ってこようかなということでね、いただきます。はい、3日目の夜ですね。コンビニではなくスーパーに行ってきました。で、そして土日分をね買い溜めてきました。まあいつも通り僕のね、もうご飯とかしてるこの豚卵きんぴらナルト巻きをねちゃんと買いました。はい、まあこっからかなりおせちっぽくなるんじゃないかな。黒豆かまぼこですね、2種類の。小田原かまぼこっていうのなんかうまいとか言われたんで買ってみました。新登場ジークワを2袋買いました。そしておせちの代名詞伊達巻き。今回じゃあ夜は伊達巻き食べようかな。伊達巻きといつもの主食で今日は過ごしたいと思います。汚いんですけどかぶりつく感じでいただきたいと思います。いただきます。なるほど、あれ伊達巻きってこんな味だったっけ。あれ伊達巻きってこんなだっけ。なんか甘くない。伊達巻きって甘いよね多分ね。かまぼことそんな大差ないんだけど味がマジでかまぼこの味がする。あん、甘さは全然なくて、本当にだしの味がねガッとくるって感じで、うん、非常に美味しいです。これがもう美味しくないともう終わりです。匂いはいい。いただきます。うまいっすねこれ。厚切りででも柔らかい、しっかり味もついてます。ベリーグッ。あーざっす、4日目朝っすね。こんにちは、4日目の昼っすね。あのもう時間がねないんですよ。あと8分で家出なくちゃいけなくて、もうこの状態ということでね、あの厚焼き卵で食っていこうと思います。マジで普通に遅刻しそう。あ、うまいっすよ。問題は今日の夜なんですよね。あのご飯食べに行くんですよ友達と。その時おせちしか食えないっていう。私の体に起こってる異変としましてはですね、下唇のところに無数の、 あの口内炎がありまして、多分これの影響なのかなとは思っているんですけどね。1週間近くなのに全然時間見せてなかったんで、ちゃんとやってますからね。4日目の夜ですね、筑前煮、あの豚の角煮をね食っていいことが判明したんで、じゃ豚の角煮を食べます。そしてローソンの優秀なところ、金時豆があるというね超優秀なローソンということで、このね3つを食べて いこうと思います。バイ。5日目の朝です。もうね時間をね提示するの忘れてしまうんですけど、ちゃんとやってますからね。はい、ということでね、毎度おなじみ厚焼き卵食います。まあ体の変化としましては、まあ無数の口内炎があるっていうのと、まあ、ニキビができ始めてるっていうことぐらいですかね。まああとは気合で乗り切ろうと思います。昨日もですね、映してないんですけど、あの目の前にね唐揚げと餃子が出てきてね、そうみんなで食うっていうね。僕はレンコンを食べるという。まあ長話は置いといて、卵でも食いますか。風呂に入ってないよ、入れなかった。はいはい、5日目の昼ですね。マジで腹減ったんでチャーシューここで解禁します。きんぴらごぼうを食べましょう。いただきます。だね、怖いのがね、黒豆がねずっと開いていたってことなんですよね。味がないぞ。味ありました。
今日はね、日曜日なんですけどね、部屋の片付けでもしようかな。今ね、不安なことがあるんですよ。まあ、言えないんですけどね。ということで、食べ終わりました。まあ、感想としましては、全然腹が空いてるって感じですかね。あとで、きんぴらごぼうもう一パックつまもうかなって感じで。ということで、頑張るぞ !5 日目の夜ですね。そして、今日は、やっとね、このかまぼこを 手につけようかなと思いまして、なんか、うまいみたいな、聞いたんでね。人って簡単に不幸になりますよね。え、取れた。めっちゃ綺麗に取れた。めっちゃ綺麗に取れた。じゃあいただきます。なんかめっちゃ噛み応えはあるんですけど、なんか味が一つ分かったことがあります。味覚が、明らかに衰えてきてるってところですかね。あのかまぼこの味を一切感じなくなりましたね。水曜日になったらまあ飯が食えるんですけどね。何食べようかなっていう。でも絶対美味しいもの食べたいですよね。このねテンションの低さはね放っておいてください。じゃあまた6日目で会いましょう。バイバーイ。はい、6日目の朝でーす。今回はスーパーで買ったナルト。まあもうついにね6日目なんですけれどもね、まあ果たしてこんな生活で僕は何を娯楽にしてたかっていうと、まあ飲み物なんですけど、今回飲み物は縛ってないんでね、食べていきましょう。いただきます。なんだこれ。え、ナルトってかまぼこでしたっけ。はい、6日目の昼っすね。黒豆いただきます。めっちゃヒタヒタなんだけど。ん、俺が食べたかった黒豆だこれ。金時豆いただきます。あー、これ金時豆嫌いっすね。裏話っちゃ裏話なんですけど、あのおせちって言われて皆さん全部言えますか。だから言えないっすよね。で僕が調べるんですよ。 鶏肉だったらおせちスペース鶏肉で検索するんですよ。でうわこれちげえわみたいな、余ったおせちでなんとかあんじゃんみたいなのはよくあるんだけど、いやたまにね、まあタコとかいい例なんだけど、おせちスペースタコって喋ると検索してるとさ、こう下にもしかしてこれですかみたいな出るじゃん。あん中にそのおせちタコ意味って出ると、あもう確実にこれおせちだなっていう風なね見分け方をしますね。もう意味出たらもうおせちでしょそれは。っていう裏話でした。はい、6日目の夜ですね。まあもういつも通りですね。はい、卵きんぴらごぼうタコつぼさん、これがまあうまいんだ。これまあうまい。いただきます。食べるの長くなるから、でごちそうさまだけまた別で取ります。ごちそうさまでした。ということでね、6日目が終わったんですけれども、6日目を終えて、あの正常に歯磨きができないぐらい口内炎がね、ここの下唇に混ぜて数えきれないぐらいあって、まあ肌荒れ協賛品っていうか、まあもらったんすよスキンケアのやつを。でこれちゃんとやってんのに肌もう、って感じでね。まああと1日頑張ったらね、僕の好きなラーメン、そんなお前今まで栄養のないもんばっか食ってたのにラーメン食うんかいって感じだけど、まあ多分心の健康は体の健康につながると思うのでね、まあ明日頑張って水曜日にうまい飯でも食おうと思います。ということで最終日頑張っていきましょう。バーイ。最終日7日目の朝です。なんかお腹痛いし口内炎も痛いし肌荒れは止まんないし、もう本当にきついっすね。もうでも今日が終われば全てが終わるんですよ。お、かまぼこっぽい。いただきまーす。味がわからん。はい、7日目の昼ですね。7日目だっていうのに僕は代わりにないものを買いました。いつも通り。はい、いつも通り。特にリポートもないです。7日目の夜はちょっと豪華に食べようかなって感じで考えているんでね、ちょっと7日目の夜を待ちましょう。バイ。はい、ということで7日目の夜ですね。まあ今回買ってきたものをご紹介しましょう。まあスーパーに行ってきました。昆布豆きんぴらごぼう、そしてセブンで買ったタコさん、そしてチャーシューでございますじゃなくて、さらに卵
そしてですね、今日最終日の夜ということでね、この1週間おせち生活が終わるということで、最後の締めくくりとして、てれん、マグロを買ってで参りました。マグロね、めっちゃ光ってるけど、これでね、この1週間企画を締めたいと思いますよ。いただきます。僕が一番お世話になったもの、チャーシューですね。もうこれがなければ俺はね、絶対に1週間やってこれなかったですね。もう一生これは食わないということでね、いただきます。一週間企画、今回初めてだったんですけど、なんかね、達成感ありますね。謎の。人間ってこう、衣食、住をこう、繰り返している生き物なわけでね、それが制限されるってかなりしんどいんですよ。そう、どうしんどいって、精神的にしんどいんですよね。そして、この昆布もいただきます。もう美味しくないですね。ちょっと奮発したマグロ。うまい。うまいな。まあ1週間企画ね、まあこう昼にやってるわけじゃないですか。昼っていうか毎食ね、その中でね、人とのコミュニケーションというか、まあ何食ってんのみたいな、いや1週間おせち生活しててみたいな、マジでみたいな、そういうね、関係のつながりもねありましたよ。それで仲良くなれた人もいましたしね、ということでね、これにて野瀬の1週間おせち生活を終わりたいと思います。ありがとうございました。いただきます。いいのかな、食って。いやでも、もう12月18日です。